まあ、とりあえずチアーズでティアモーで始まったんでしょうか、うん、始まってます、うん、ありがとうございます。あ、夢にときめいちゃいます。はいときめいちゃいます。いきますか今日はね、こうお盆明けということもあって、お盆明けって人ってあれですよね、こうなんだろう、人の足って遠のくのかなみたいな波と一緒にこう引き際なのかなみたいな、お盆明けってそうですか、さーっとこう引き潮なのかなみたいなのって結構感じません？僕ね、そんなのそうなんですよね、毎年ね。あ、ちょっと夢にときめけ明日に羽ばたけ大人なはい、銀座の街は今日はなんか静かですね、銀座 JWTV をお届けします。中里バーズ8月編ですね、まさかこの番組をリアルタイムで見てくれてる方もいらっしゃらないと思いますけども、まあお暇があったらユーストリームで見てちょうだいと。そうですね、たまたまポチッとつけちゃうかもしれないティアモー暑いですね。暑いですね、本当ね、うん、あの最近ね、ビールにね、氷をガチャガチャ入れてね、たっぷり氷入れて、あのマクドナルドのコカ・コーラぐらいな量氷入れてビール飲むのがね、最近ハマっちゃってましたね。薄くないですか？もはやそれビールじゃねえんじゃねえかっていうね、うんうん、感じなんですけど、なんだろう、体が弱に入っちゃってるのかな、うん、随分もう加工してる、もう加工して、あのよく枯れてる系とか言うじゃないですかあ、鏡見て俺枯れてる系だとか思う時もありますよねかわいそうにマキさんと年齢差20歳ほどありますから、だってそんなないかそんなない、どうしたんですか今日、火事場から逃げ出したんですか、はい、今日ロンドンオリンピック、はい、終わりましたね。終わりましたね。意外に言ってたでしょ、だから3月の時点でさ、うん、僕たちって本当ロンドンオリンピック今年あるけど全く興味ないよねと、うん、何の競技があるんだっけみたいな、うん、やりましたね、話してて、何あのバレーボールの日の鳥ジャパンって、ってなんで女子だけそんな名前つくのとか、なでしこジャパンはいいけどさ、じゃあなでしこジャパンってそろそろでいいのかななんて言いながら話してたんですけどもね、うん、結局日の鳥ジャパンもなんか感動させてくれましたサコタだーって言った時、俺もうテレビで一人だったんですよ、テレビ見てる時、うわーって言っちゃいましたもん、言っちゃったサコタ意外になんとなくつらえて夜中見ちゃいましたね見ちゃった。あのね、ヒヤヒヤしながら見たのはね、やっぱり、ね、卓球の愛ちゃんね、見ちゃいましたね、ちゃんね、見ちゃいましたね、何回目、何大会目っていうぐらい、うん、なんですけど、やっとメダルが取れたっていうね、あらすごいね、感動しましたね。そう、うちはね、盛り上がってたのフェンシングね、太田くん、太田くんな。でもなんかメダル取った後のインタビューでさ、なんか俺がここまで引っ張ってきたチームが的なことを言ってたのがちょっとなんか、あ、こいつ嫌なやつって嫌かもでも太田くん強いからしょうがないよね、なんか俺の中の好感度いいかな、ニートしとけみたいなとりあえずお前またニートしとけみたいな感じなことは思いましたけどね。あとね、一番最初に金メダル取ったあの松本選手、女子柔道の、はいはい、野獣とか言われてましたけどね、うん、すごい眼光の、ね、うんうん、ポッと出てきてポッと金メダル取っちゃったみたいな感じなんですけども、あの子ね、オフショットで見るとね、意外に内山里奈に似てるよねそうです、2つ並べたいもん画像ってことは内山里奈も野獣系とか思ったり、そうです、結構似てるんですよ。皆さんね、あの画像をこう2つ見比べてください。どうせ暇でしょうかね、この番組見てるぐらいだからねどうせ暇でしょうから、なんていう、そんな変わり者のあなたとお届けしていきたい中津トゥーバーズ、中津トゥーバーズと言ってて丸1年半ぐらい中津トゥーバーズですね、私たちですね、いつ飛ぶんでしょうね。なんかいいことありました？え、飛んだなぁ、この1年半ですか。1年半で飛んだ、何が飛んだかな何
飛んだかなそういうユタコは飛びました。あのね、うん、大事な仕事は飛んだねなんていう不景気な話題とかねしてみたらどうなのかななんて思いながら今日お届けしていきたいなって思います。まあ、でもこのラッカーズでですね、ロンドンオリンピックどうなんだろうねなんて言って、まあ、二人ともあんまりよく知らないんだけど、ロンドンオリンピックには魔物じゃなくてカッパが住んでるよっていう話をしたじゃないですか、うん、はい、いましたよね、日本代表のカッパ星人すごかったですね、あのカッパね。あの可愛いよね。でもあのホルダー寺川綾出してもらっていいですかホルダー寺川出ました、出ましたね、はい、寺川綾さん、この常人離れした手の長さと顔のちっちゃさで、なんでしょうかね、こう水をかきやすいような筋肉のつき方、これ普通の、ごめんなさいね、女子の体型じゃないですよねまね、だって練習量が違うでしょう、ねえ、うん、まあ、でもね、あのずっとこう寺川さんは苦労して前回のオリンピックは落選と、前々回は期待されていながらもなんかっていうね成績だったんですけども、今回ラストなんじゃないのと言ったらすごかったですね。背泳ぎ 100m 銅、チーム戦でも銅、銅2枚ですよ、銅メダル2枚 ね、うん、で、まあ、そんな時にまあ、オリンピック行く前に、こんな画像ですね、多分インタビューの模様だったんでしょう。もう一枚の画像ですね、はい、諦めない夏という、まあ、文字通り諦めなかったのかなと。でもしかしたら諦めてたかもしれないねゴール直前でね、まあよかったなと思いまして、まあ、鳴かずトゥーバーズからおめでとうと、おめでとうナッカーズが応援してた選手がね、こうやって銅メダルを取ってくれるとありがたいですよね。応援してたんですか。応援してましたなでしこジャパンの宇津木留美選手は落選しちゃいますけど、しましたけどね。なでしこジャパンの試合があってですよ。あのスタジオ受けでナッカーズトゥーバーズが応援してた元日本代表の宇津木留美選手がですね、まあ、あの解説者として、もう受けなきゃいけないという立場になってですね、まあ、自分のチームメイトであるなでしこジャパンがこうプレーしたのを見ながらこうコメントを求められるっていうね、そんな一幕だったんですよ。でなでしこジャパンが勝って、うん、なんか現地のねリポーターこれでイケてねえなこいつと思ったのがね、あの完全に僕宇津木組サイドで見てますからねあの落選したスタジオで見てる宇津木組サイドで見てますけど、ロンドンの現地で無事、まあ、トーナメント勝ちで勝ち進んで試合終わった後に、いや鮫島選手かなかなんかにねリポーターがね聞くことなかったんでしょうね。スタジオで宇津木留美選手が見ています、何か一言って言ったんですよ。で遠野選手はポカンですよね、なんででスタジオで聞いてた宇津木選手もなんで私みたいななんかやめてよ、なんか悪いみたいじゃんみたいな、いやなんか選手も別にとも言えなくて、あ、共に戦ってました的な、こうありきたりなあるじゃないあれはやっぱりレポーター冥利に尽きるのかな、あの空気の壊し方は空気の壊し方ね、壊し方はね、後で怒られちゃってる、後で怒られるでしょうね、この下手くそかって言われてますね、まあ、僕らも大して上手くないんですけど、はい、司会の方は、あの今日はこの番組の後でですね、あのイベントのお知らせをしたいと思います、はい、そこではですね、9月の16日のイベントなんですが、僕たち2人が多摩ニュータウン、多摩ニュータウン、え、多摩センター、多摩センターです多摩ニュータウンはその土地の家のことですね、多摩センターで、イベントがありますので、そこでのですね、司会の方をやるそうです。後ほどそちらの方告知をしたいと思います、はい、といっても何していいか全く分かってないんですよね。ね、何なんでしょうね。まあそこら辺も聞いてみようかな。うん、行き当たりばったりで。行き当たりばったりでね。で、まあちょっとあのオリンピックの話に戻しますが、はい、オリンピックの話ですね。あの前回ちょっと賭けをしましたよね。賭けしましたね。賭け。
何の賭けしましたっけ。確かなでしこが、ちょっと声張ってみて。なでしこが、あ、なでしこが、なでしこがなで方で勝つか負けるか、負けるか、負けちゃいましたね決勝でね。残念、俺の勝ち。え何？だってこの番組今見てくれてる人は過去にこの番組は別に見てないから流れは分かんないわけですよ。いやいやいや、この番組の編集後期であるブログとかも別にチェックしてないからこの人たちには分からないんですよ。ってことは2人だけの話であればここは交渉をするしかないダメだよ、 Facebook でさ、ほら、もう公の場で会話してるからFacebook だって大丈夫、友達15人ぐらいしかいないでしょ知り合いかもってなかなか出てこないでしょ失礼だ、本当にもう、そこはね、やっぱりね、賭けだから賭けですからね、うん、というのがですね、サッカー日本女子代表なでしこジャパンが、今回ワールドカップで、まあ、ワールドカップで、優勝したからエネルギーも燃焼しちゃったんじゃないかなということで、私は決勝までもいけないだろう、おそらくメダルすらも取れないだろうという予想をしました。はい、という予想を私がしてしまったから、マキさんは決勝は行くよと、まあ、金もしくは銀は取るよと。結果どうですか。来ましたね。来ましたね。ああって思っちゃった。ああフランスに勝っちゃうんだもんね、準決勝でね。だってあれですよ、オリンピック前の試合でボコボコに負けてたんですよ、うん、ダメだなと思ってましたよ ね、うん、勝っちゃったね、うん、勝っちゃった。そんな賭けを私がふっかけてしてみたんですが、はい、見事負けちゃったんです、はい。ちなみに牧さんが負けたら何でしたっけ、その罰ゲームとして。何でしたっけ、私が負けたら。あ、そうだ、私が指示したAV 女優の DVD を、あ、買ってくるだった、ね、リアル店舗で買いに行ってネットじゃありません、買いに行って、でお会計が済んだ後に店員さんに、あ、すいません、それプレゼント用で包んでもらえますかっていうとこまでやるというね。そうでしたね、とこだったんですけど、うん、反対に、じゃあ私どうしようかな、なんて、わかりました。じゃあその何かお気に入りの、今まで行ったこともない AV 女優の握手会っていうのに行ってみようかな、うん、2人でツーショットで写真とか撮っちゃったりなんかして、っていうのをやろうかななんて思ったんですけど。そうですよね、やりました。やってないんですけどね、あの日程を調べてみたんですよ、うん、でマキさん、この罰ゲームじゃなんかちょっとこうあんまりね、 お気に召さないというか。いや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 、これね、僕の最新機器、会社のケイターイってやつなんですけどね、うんAV 女優握手会、これちょっと調べてみましょう。これね、今すごいですよ、スマホは。今日ね、本当にね、周りが静かでいいですね。ね。うん。これね、銀座ワイキキバー、来ていただけると分かると思うんですけどね。スマホの電波はかなり弱いぜ。かなり弱いですよ。昔ね、こうやってなんかこう持ってる手でこうやってうーんってこう、うーんってやると電波が入りやすいってデマが入りましたね。うそ、ほんとほんとほんと、こうやってなんか、あーたたたた、 AV 女優イベント情報、こんなのがね、結構あった。先ほど見つけてしまいました。まあ、いい握手会とか行く人の気が知れねえなーなんて思ってたんですけどね。平日、あ、これなんかどうでしょう。8月28日、マキさん暇ですか。水曜日、水曜日、うん、お、上野ラムタラ上野店、7時から8時半サイン会、握手会、撮影会がございます
どなたのですか、主催アリスジャパン、これ大手ですね。あ、それでもなんか大手 AV メーカーさんが水木セーラ出演 DVD をお買い上げのお客様に限り参加券を配布でしょうね。まあそうですね、はい、購入特典は、ワンショット撮影 ×3 ご持参のカメラでも OK ツーショット撮影も OK。 あ、だから、その水木セーラさんという、まあ、AV 女優さんを、まあ、ガチ撮りしてもいいし、ツーショットになって撮ってもいいと。あ、なるほど、なるほどね。でサイン1点握手がある。ただし18歳未満の入場は固くお断りします。すごいですよ、すごいですね。 AV の撮影会の注意事項、撮影会では携帯動画撮影一脚三脚の使用禁止。やっぱ脚立持ってくるあのカメラのこういうさ、カメラのスタンド持ってくる人いるんだね。いるんだね。そりゃいるでしょう。ツーショット撮影時とタレントへのタッチはご遠慮くださいだって。こうダメなんだね。ダメなんだ、ね、ダメなんだ、ただこう横に、こう横にね、うん、ノーファールみたいな、ノーファール触れないところで立たなきゃいけないね、ね、うん、すごいですね。こういうあれがあるんですよ。8月28日、それ行く、行きますか、これラムタラ上野店、これちょっとじゃあマキさん撮影してもらえます。ちょっとまた日程合わせましょう。もうしょうがないこっぱずかしいな、行きたくねえな、こんな興味ねえし、こんなこんなしかし暑いな、おい本当暑い、暑いっすね。行くの、うん、行くかそう、でもまあとりあえずね、まあイベントということでね、うん、行きましょうかね。はい、ということでなんですけども、続いてじゃあ行きましょうか。最近どうしてたのコーナー行きます。うん、でも誰もいないです。お今日はね誰よりも忙しいのはスタッフさんっていうね。申し訳ございません。大丈夫ですか、行ってください。いいですか、言ったら出てきます。行きましょう。で、最近どうしてたのコーナー。はい。いやー、ほんとね。この、いいですね。まったりとした空間。お前らが、最近何してたかなんていうのは、至極どうでもいい。先にじゃあマキさんの方から行きましょうかね。私の方から。私は今日は、あ、ないですか、うん、あ、どうですか。じゃあ私の方から行かせてもらっていいですか。うん、じゃあ私、じゃあちょっとホルダー小柳の方から行ってもらっていいですかね。変わりました。あ、変わりました、ありがとうございます。すいませんね、あのね、あの私が口酸っぱく言ってきましたね、うん、イベントね、うん、行ってきましたね。どっか行っちゃった小柳ゆきさんのイベントに、ライブに行ってきまして。え、行ったんですか。行ってきまして、あら、ただ単純に良かったですとそれだけ、感想という感じなんですけどね、なんかさ、うん、一人でさ、今これ写真どんな感じですか。1枚目いきます。2枚目いきますか。2枚目いっちゃってください。私ね、これね、実は2回目なんですよ、うん、しかも1人で行くの、まあ、平成の歌姫といいましょうか、女子高校生でありながら迫力ボイスでデビューしてからもう20年ぐらい経つんですか、15年ぐらい経つのかな、はい、私まあ、ラジオの DJ をやってた時から、まあ、まあ、選曲で困ると小柳ゆきをかけてたんですけども、まあ、万人が好きだろうと思ってかけてたんです。これじゃやっぱ歌うまいなと思い始めて、一回こう番組宛に僕の方にですね、コメントをくれないかなってダメ元でお願いしたらですね、そりゃまあ丁寧に、私のことが大ファンの豊さんといつもありがとうございます小柳ゆきですみたいな丁寧なコメントをいただいちゃってですね、あらま、まあ惚れてしまいまして。え、マジで、マジで惚れてしまいまして、私がね、なんだろう、酔いどれエトランジェっていうね、作詞作曲の歌を作ってた時でして、まあ、曲作りの、まあ、小柳さんが
心がけてることって何ですかって質問を投げかけてみたら、そうですねって真剣に5分ぐらい語ってるコメントとかくれたりですね、まあそこからまあすっかり惚れてしまいまして、一人でもライブに行くようになり、あら、まあライブも高いんですよ、7000円なんですよ。どこでやるんですか。あの、ね、朝日新聞社のね、本社の奥の浜離宮朝日ホールという、世界でを代表するあの音のこう世界でも恥じない音の響きを持ってるホールでございまして、まあ、200人ぐらい入るホールで、そこでね、あのプレミアムミーツプレミアムというイベントをやってるんですけども、割とねここ 3,4 年毎年小柳さんやられてるんですけども、私その3年前に1回ですね、あのチケットをゲットできて行ってからというものですね、ずっと落選してまして、え、抽選があるんですか。抽選があるんですよ。まあ取れない。あ、すごいですね。200何十人入るホールはまあ取れなくてですよ、言ってて、まあ今回もダメだろうなと思ったら、思いのほかポチッと取れちゃいました。やったと言いまして、まあ、この3年間のこう体の中に溜まった海をデトックス。もう私はもうその時はもう仕事は早上がりしまして、そそくさと浜離宮ホールの方に行ってましたね。一人で乗り乗り、もうどっぷりですよ。3枚目行きましょう。3枚目はね、あの、まあ、名曲フェアウィンドのね、あのジャケット写真になりますけど、この曲はあれですよね、あの協定のイメージソングにもなったという曲なんですよね。この小柳ゆきさんのイベントなんですけど、今回ちょっと違うことがありまして、私もびっくりしました。まあ、大体あのコンサートといいますと、会場に入る前に物販がありまして、 CD が売られてるんですよね。はい、売ってますね。で今回は、新しいシングルが、あの名曲洋楽のマッカーサーパークと、あ、なんだっけ、忘れちゃった、シングル、カバーしたシングルがね、出るということで、まあ、それを買ったお客さんは、なんと、コンサート終了後、握手会があると言いまして、あらということで、まあ、思ってね、CD1 枚ね、1000円なんぼだよ、安いもんじゃないですか。いきますよ。あ、すいません、あの、CD ください。恥ずかしいですよね。いい大人が。いい大人が恥ずかしいんですけども、握手会のチケットを、胸に入れまして、そのままライブを見ていると、いつもと違った感じで、あれ、この後握手できちゃうのかと思うと、歌も耳に入らない。キモソソになってしまいました。はい、なってしまいましたね。まあでもそれがまあ、本当に大盛況でライブが終わりました。やっぱ歌うまいね。で、握手会はどうだったんですか。それでさ、終わりまして。私もね、一人で来てるもんだから、誰かといればですよ、まあ、ここのよく来るスタッフ の吉田拓馬とかがいればですよ、うん、あ、行くかしょうがねえなって、こういうノリで行けるんですけど、一人だとね、ちょっと後ろの方に行く。みんなが行った後に、最後にちょっとこう、おまけ程度に並ぼうと思って、でもしっかり並ぶ気持ちではいいんですよ。で、行ったら、握手会の後ろの方って、結構人気スポットらしいんで。でみんな先に握手させといてだんだん吐けるじゃないですか、うん、で後ろの方だとよりファンの人が、あ、そういうことね、そうしっかり喋りたいから、はい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 、一番後ろにいたんだけど、でなんか、いや、どうぞ前に前にって、でなんかすごい、で周りももうそう超コアな人たちで、なんかもうなんかその小柳純氏のあのバスタオルとかしてるような、ええちゃんかって思ったんだけどT シャツ着てっていう40代ぐらいの男性の集団とかがいて、きっちりなこいつらと一緒に見られるんだと思うんで、でもね、ファンの皆さん、こいつらとかいいんだよ、ごめんなさいね、あれなんですけどね、あの結構ダンディーなお父様とかご夫婦で、まあなんだよ、5、60代のご夫婦で来られるとかって結構多いんですよ。まあね、それでね、私並んでまして、僕も言うてもこの長年こう司会とかやってたって言うじゃないですか、俺は喋ってきたぜとあのイベントでね、200人のおばあちゃんを前に微動だにしないこのブレない心でやってきたぜと
ただか握手会でビビるわけがない。順番が近づいてきました。徐々に小柳さんのこう姿も見られるようになり、意外に緊張するね。あのさ、結構俺なんかあれだなって、あんまり俺結構なんかこう喋って相手をさこう引きつけちゃって、他の人に迷惑かけるかなと思ったら、自分の前になったら、あ、最高っす。それだけ。あ、刺すった。あ、刺すったみたいな。それだけ。なんだそれ。で、あのこの番組ではプレゼントで配ったあの入浴剤をバッグに持ってたんですよ。はい。だから、これ使ってくださいっす。あげて。たら、あ、ありがとうございます。スタッフさんに。ありがとうございます。どうもーって。トボトボ書いてた。朝日新聞。築地市場駅。寂しいね。いや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 、良かったですよ。良かったですよ。もうその前回もそのブラジオでコメントもらったんですよ。ああですよなんて話なんか一切できなかった。できないんですか。できないですね。だからもう流れて流れてみたいな。ああ。やってみましたけども、なんか私もそういえばライブ行きましたよ。行きました。うん、横浜銀杯。ああ銀杯さん行ってきたんですか。うん。じゃあちょっと画面戻してもらっていいですかね。画面戻ってます。あ、戻ってます。ありがとうございます。あ、こんな汗拭いちゃってたかな。あのね、ハワイアンバーだからって暑すぎでしょ。すっごい暑いですねここね。今すっごいメガネがどんどん曇って。でね、その、まだ話していいですか。どうぞ。あ、うちっていうか、あ、ヒデさんがいらっしゃったから。あ、じゃあ、すいません、じゃあここでですね、9月16日の、あ、もう8時半過ぎてるんですね。そうですよ。あららら、この番組も、後半戦に入ってしまいました。じゃあ、9月16日のイベントの方ちょっとこう、お知らせ、告知していきたいと思います。はい、オーナーを呼んでいただいてよろしいでしょうか。はい、ここサングラスの日なんです。いいですね、メインブラックみたいな感じでね。そう、オーナーでもあり、たまにはハワイのプロデューサー。準備が大変です。全然。アロハアロハ。いよいよアロハ。楽しいよね、なんかね、ビアガーデンみたいな。組長、来ましたね。どうもどうも、どうもどうも、皆様暑い中、ありがとうございます。オーナーでーす。暑いね。ここ暑い。ほんと暑いよね。どうにかしてくれ。これ暑いよね。これどうにかしてくれ。化粧剥げるよね、絶対ね。あー、でもありがとうね、なんか9月16日の話もしてくれて。はい、っていうかまだ何もしてないんですけど。はい。お願いいたしまして。はい。今回は。あのね、3回目なんだよ。ですね。3回目。ハワイアンイベント。それもタマという場所なんですけれども、タマセンターというところの京王線、小田急線、太モノレールが走ってるタマセンターの駅の駅降りてまっすぐ行くと階段があって、バーッと。でそこのところに大きなコンサート会場のパルテノンっていうのがあって、その裏が公園になってるんですよ。その裏のね、ところの公園の上に水上っていうのは池があって、その上にステージを作ってハワイアンイベントをそこでやろうと。ハワイアンイベントというのは、そうそうそう、フラの人たちが、フラダンサーたちが集うと。500人ぐらいかな、フラダンサー。すごいですよ、ね、踊ってくれる。500人ぐらい踊る、大体。そうそう、30組ね。大体20人前後 の, あのフラチームが約30組、こう朝から夕方まで踊って、であのショップなんかとして、僕たちもバンドで遊んで、1日、まあ、タマでハワイな感じを作ろうということで、タマのお庭みたいなところでやるから、タマにはハワイ。いいネーミングですね。オーナーはあれですかね、演奏はするんですよね。俺ビール売ってんだ。毎年。あのそう、ちょっとまだ演奏した方がいいんじゃないですか。ちょっとやってる。ちょっとやってる。ちょっと、うん、これあのギター弾くんですか。ギターと歌歌ってます。歌って。うん。じゃ司会やってよ。あ、やりますやります。あのショップも出すでしょ。はい。ね、みんなこの JWTV の関わってる人はみんなで楽しもうと。はい。慰安会みたいなもんだね、もうね。
ハワイ行けないから。ハワイ行けないから、ね。本当はハワイでやりたいんだけどね。まあ、そういうことで、そうですね、私もあの JWTV でちょくちょく出してる入浴剤を投入してやろうかな。勝てよ勝てよ先着5名様まで半額で売るでしょ。ああ、もちろんもちろんもちろ ん, ちろん JWTV 見たよっつったら、そうそうね、はい、安くするっつって、安くする。まあ僕はステージにいるんでそれは聞いてませんけど ね, ね。でも生を見れますからね。生をね、生をですね、生ナッカーズ2バーズ見れちゃうわけだからですね。はい、いいですよ。ピータ見れちゃうんだ、見れちゃうんだ。はい、ピータ今日どうしたの、その内田裕也みたいだよそれ。これ内田裕也声かけてなかった。いや、これはあのほら誰だっけ、あのゴルフの石川遼、女のあのえタイガー・ウッズ、なんでジョン・ミジョン違う、日本の桜ちゃん、岡本綾子、桜ちゃん、あれだあれだ、元美人ゴルファーの村口文子だ。だからさくらちゃんっていう中山リスコだ。ボーリングだ、ボーリングだ。さくらちゃんってあのお父さんが政治家のさくらちゃん、キムヨンギョン、キムヨンギョン、あの女子ワールドあのバレーボールであの韓国のエース、さくらちゃんバージョンなの。かわいい、大丈夫、まあいいの、ハワイでハワイね。何時から何時までやるんでしたっけ。何時だろうね。入り時間分かってない。大体10時ぐらい、10時ぐらい、10時ぐらいから夕方までやってる。10時半からって書いてます、うん、10時半から、うん、そう、7時ぐらいまで、まあ、楽しいですよ。毎年1万人は来てくれてるんだ。無料で、すごいですよね、うん、無料で見れるわけ。そうですね、来てるもんね、毎年ね、うん、そう、無料で見れるし、うん、あの食べ物とか飲み物はね、屋台があるから有料なんだけど、入ったり遊んだりするのはもう公園なので、もう全然のんびり、ね、晴れればいいんだけどね。私初めてですからね。そうです、ちょっと楽しみです。楽しみです、ね、日焼けしといてよ、ちゃんと。ハワイの人っつって紹介しとく。僕ね、怪しいね。めっちゃ色白いんです。どうします、私たち何着てます。何着る。僕はあれします、あのハワイのあの相撲取りみたいな感じで、ほんと用意しといてあげれば大丈夫、ちゃんとそれはね。それか、あのハワイで一人取り残された日本兵みたいな格好していいですか。いいの、そういうの言って大丈夫。いやいやいや、あれグアムだろ。ハワイは残さないよね。ハワイね、サイパンかグアムだからね。サイパングアムでね。やっぱり新しいね、歴史がね。ちょっと40年代と30年代違うね。50年昭和50年、50年、嘘、昭和50年、昭和50年、嘘っつって結構じじいですよ、昭和50年も。あ、そう、ね、え50年なの。わ、50年。うわ、わなんか若い、若いんだな。若いって言ったけど、見てる人はいや、じじいだろって言い方。40年越してるんだ。そうか、まあね、あれなんだろう。なんだろう、あれトーンダウン、トーンダウン、落ちちゃった。トーンダウンか、食べちゃった。あのジェネレーションギャップだもんな、ね、今な。びっくりした、同じぐらいかと思ってたんだ俺。そんなことないでしょ。そんなことはないです、まあね、ちょっとちゃんとやってんだからちゃんとね、本当にそれバックが魂だからね、はい、魂さんとか小田急エージェンシーさん、小田急さんとかいろいろちゃんとした人たちがやるイベント、小田急さんがあの駅前に1万枚ぐらいチラシも売ってます。で、一緒のところのステージでその次の週は稲川淳二とかやるから、あの怖いあの水上ステージで夜やるんで、稲川淳二のあの恐怖ナイトとかね、いろいろやってるの。なんかそしたらもうあれですね、この多摩センターのあたりに住んでる人は毎回なんか、そうもう夏のイベントって有名なのよ。そうなんですね。そう、じゃあもうご存知の方もいらっしゃると思いますよ。多摩センターは非常に乗り入れがしやすいところなんでね。そう、うん、行ったことないでしょ。僕はね、多摩センターは結構あそこでサボってますね。何を。あの駅の言うようにあのほら駅乗り入れがあってね、そうそうそう、階段とかがあってね、そうあのちょっとこのいいとこだよね、いいとこですよね。何あの未来都市じゃないけどちょっとバブリーな感じ、そうなんていうの、あの新何新しく新興住宅地な感じがするよな、うん、あそこね、うん、なんかちょっと駅が奥さんたちも連れてる犬がちょっとなんかあれ高そうじゃねみたいなね、そうそうそう、いいんだよね、あの、うん、ちゃんとさ雑種じゃねえぞみたいなさね。いいとこですよ。でこれ日にち言いましたっけ、ね、9月16日日曜日。俺の結婚記念日だな。そう、奥さん絶対見てる。いやいや、それはいいです。あの奥さんに、ね、ステージでやろうよ、奥さんに、ね、サプライズ、奥さんにオフレコなんで、サプライズ、いやサプライズ、じゃあうちの家から目隠しした奥さん連れてきていいですか。そう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 。あ、じゃあ違う人でやる。
とりあえず。違うやればいいじゃん、じゃあ。大役で。大役奥さん大役。奥さん大役だ。奥さんピーターになっちゃったよ。ちょっと奥さんには内緒でやってます。楽しいね。もうでも1年以上経ったもんね。経ちましたね。大変ね。みんなやってくれてさ、なんかこう新しい。そうですね。昔こう清里とテンションとかどうしたの？ハローよもっとこう。あれがいいよあれ。手書きのね。手書きの。最近手書き感ないよね。もう疲れてるよね。あの物作ってこなくなったもんね。あの相撲とかさ。前は凝ってたんだよ。あのね。1年やると結構手抜くの。オーラオーラ言いますけどね。この間会社の同僚の結婚式でね、なんかスピーチお願いって言われた。やだなと思って、あ、これは飛び道具だと思って新郎新婦の紙相撲を例のように作ってったんですよ。作ってったらですよ、普通ああいうのって新婦が勝たなきゃダメじゃないですか。新郎勝った。いや、1秒で新郎が勝っちゃってみんな新金場所をわきまえてやりゃいいんだよね。じゃあ以上ですって終わってあれみんな何だったんだろうあれみたいな。楽しいね。楽しいですね。痛かったねそこで。すっごい痛かったね。すっごい嫌な汗かきましたね。まあ今はすごい爽快な汗なんですけど、もうぐっちゃぐちゃなんですよ。少林少家。これマキさんにこれ誕生日プレゼントで僕もらったんですよ。先月ね。なんなのこれは。少林サッカー。昔、少林サッカーって映画があったんですけど、その映画のあれでね、マキさんの誕生日プレゼント。このさ。話全然変わるけど、少林寺系とかさ、ブルース・リーとか長いよね、香港映画のこの少林寺系はジャッキー・チェンから始まってさ、やっぱ人気カンフーサッカーとかサッカーのやつ、確かにあるよね。ありますね。最近また出だした感じですよね。だってマキちゃんブルース・リーと同世代だよ。違うか。ブルース、ブルース世代じゃないよな。だからか、考えるな、考えるより感じろみたいな感じで、アチョアチョやってんだから、いまだに。そうか。僕はブルースブラザーズの方でしたね。ブルースブラザーズ好きだったの、楽しかったね。あれ楽しかったですよね。ローハイドとかね、かっこよかったな。スイホームシカゴね、かっこよかったですよね。ローハイね、ローレンローレンってね、ローハイと一曲しかやんないんだよね。懐かしいですね、ブルースブラザーズね。こっちの話しなきゃダメです。あ、もういいよ、これ大丈夫。9月16日来てるよ。そうだ、俺告知に来たんだ、今日。そうでも面白い、本当にね、タヒチアンがあるんだよ、またこれセクシータヒチアン、タヒチの人はこう、なんていうの、ココナッツブラでガン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 ってやったり、ブラが出たり、女性ばっかりだから。で、男性ブラがあれなんですか、ココナッツ、ココナッツ、ココナッツ。え、そうだよ、武田久美子みたいじゃん。そうえ、マキちゃんだって衣装ホタテだよ。大変だ。安岡力也、亡き後、マキさん、ホタテウーマン、ホタテのハワイアンと、ホタテの衣装は。やれよ、ホタテはハマグリだからね。アワビにしてな、何言ってんだよ、もう。とにかく来てください、サザエとかどうすかね、サザエが。しまえねえっていう。あ、しまえるわ、アワビにしとけ、アワビ。それも貝殻じゃなくてね。生の方。生の方で高いですよ、高いです。大人の時間やってまいりました。じゃあしょうもない大人の時間ですよ。そう、違う番組だよ。まあたまには。まあいい、こんなもんでいい。こんなもんでいい。9月16日本当に楽しい、ハワイアンイベントなんで、皆様ぜひこれから見てる人は Facebook でいろいろやってもらったり、 Twitter で今度もらったり。あれ、 Facebook あるんですか。ない。身内で、身内で、やれやれ、やつやって、はい、ね、ね、じゃあちょっと俺隣でライブやったで、今ちょっと来てるから戻んなきゃいけないんで、すいません、ごゆっくり、ありがとうございました、どうもすいません、じゃあね、ありがとう、はい、どうも、いや、いいですね、なかなか、なんか今日はあれですよね、マキさんがもう時間前なんですけど、あれ、ぬるい。僕への罰ゲームをなんか、その AV 女優の撮影会だけじゃちょっと面白くもなんともねえんじゃねえかなっていうことで、今日ね、ちょっと一個やっぱり罰ゲームしないといけないかなって思って、うん、なんすかそれ。え、あ、万歳芝生。違うよ、ダメだよ。早くやんなさい。それどういうことですかそれ。え、ですから、
もう時間もないですけど、あの私がピンって鳴らしたら、はい、鳴らしたら、うん、話してて、うん、いきなり、はい、ユタポンが面白いことを何かする、面白いことを何かするっていうのはね、非常にあれですよ、あのなんだろう、死刑宣告に近いものがありますよ。え、なんでですか。僕 の結婚式のスピーチの紙相撲より死刑宣告ですよ。そんなことないでしょう。あのそれでは面白いことやってもらいましょうっていうことほどね、うん、あのいや、やってもらいましょうって言わないいきなりだから。あ、そうか、うん、まあね、うん、まあメールでも言いましたけども、うん、まあ、オリンピックだけに、うん、なかなかハードルが高い子って座布団1枚、10枚溜まるのなかなか大変ですよ。10枚いらない。まあまあ、なんかね、そういう感じでやっていけばいいのかななんて思ってますけどね、うん、やるんですか。早くやんなきゃダメ。オリンピックネタね、これカメラでしょ、オリンピックネタね。ハンマー投げ、室伏のもの。銅メダル。ドア。ぬるってしてた、汗で。汗でぬるってしてた。今なんか持っちゃった。あ、いやー、またシワ増えちゃった。これね、あの俺今回無茶ぶりで言われて用意したけど、これ意外に使えるかも。もう一個あんの。もう一個、うん、寺川綾。寺川綾、うん、やっていい。うん。背泳ぎ。背が取れちゃった。大丈夫かな。これ入ってます。これ入ってます。寺川綾。ピーピーピーバッシャー。銅メダル2個1個、2個どう。寺川綾2個だどう。それ昨日の夜考えたんですか。それ今日の朝行きがけの電車で、ね、これでいいやと思って。銅メダルに似てるなと思って。どう、銅メダルかけてみる。いらない。いらない。あー熱くなっちゃった、ますます熱くなっちゃった。最後やる、最後もう一個。もう一個、まだあるの。まだあるの。モノマネ、ま、今度オリンピックじゃない。まんましちゃったって。モノマネやります。山崎まさよし。ワンモアチャンス、ワンモアタイム、ワンモアチャンス。これ非常に何を失えば心は許され、ほとんど痛みならば自分を奪われないはもったいない。いつでも探しているよ、マキさんの乳首の居場所を。ここら辺でもこんなとこにいるはずだね。考えた。もう誰もいなくなっちゃったじゃないですか。これだと思ったんだけどね。こんなとこにいるはずも。何を大の枯れてる系の親父とおばちゃんが乳首の差し合い1個してんだよっていう話ですよ。はい、もう汗でベタベタ。なんかこの辺ベタ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 してんの。ベタベタ。まあしかしオリンピックの話題でてんこ盛りでしたね。はい、
まあ、オリンピックもあり、たまにはハワイもあり、はい、たまにはお告知があります。何ですかそれ。見えません。なぜなら私はラガンだからです。私も見えません。すいません。いただきます。あと15分。あーなるほど、あと15分って書いてありますね。声出して言ってもらってもらってますね。だね、俺ね、俺ね、実はね、これメガネ新しいんですよ。余談なんですけど、あれ言いましたっけ。え、メガネ新しいんですよ。あと飛ばしたんだっけ。そうなの。あの伊豆に行きまして、皆さん知ってます、メガネって飛ぶんですよ。メガネ飛ぶんですよ。もうびっくりした。伊豆に行ってさ、こうなんだろう、ロープウェイっていうかリフトで登る草原の山みたいなのがあるんですよ。で、まあちょっとこう上のね、こう登るんですよ。で、まあちょっと地底小山なんですけど、あの中がね、こう火山口みたいになってて くぼんでるんですね。で、そこ全部こ草原で、こっちもこう草原なんですよ。で、リフトで登ってって、ここの周りをこう歩くっていう散歩コースなんだよ。で、結構傾斜が激しくて強くて、で、あのスリリングなスポットなんですよ。で、登ったら風がすごくて上空回ってて、この火山のこのとこから吹き上げてくるの、風が。ああ。うわーっと吹き上げてて、で、僕は子供と一緒にこういとこの兄ちゃんと一緒に歩いてたの。そしたら前を歩いてブワーッとブワーってこう来てるから、もうこうやって歩いてって、で、こっち崖なの、こっちは崖、こっち火山口で、こうやって歩いてて、あーってやってたら、目の前歩いてた子供がこてって風で転んだの。で、あーやばいと思ってこっち向いたら、こっちから風が吹いてるから、メガネがね、ポーってこう綺麗にピョー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 って。それで拾えなかったんですか。あのね、急にメガネを外されると、視点って合わないし、何が起きたのかもわからない。とにかく子供どうにかしようと思うじゃないですか、親だから、うん、子供ってこうなんと、あ、大丈夫大丈夫じゃんと思ったら、あれメガネがねって。で、待ってみたらもう草むらの崖があるから、これ探しに行ったんです。探しに行ったらもう落っこっちゃいそうだったんで、もうダメだと、もうすぐもう下山して、うん、もうその伊豆の田舎のメガネ屋さん探しですよ、今度は。あ、伊豆で作ったんですか。伊豆で作りました。そこまで何見えないの。もう見えないのよ。もう車、ドライバー僕で行ったから、うん、あの車の運転もしなきゃいけないし、うん、あの何しろ頭痛くなるから、メガネしてないと。おー、いくつですか。37ですね。37になりました。あ、バストですか。バスはあの銅メダルです。ラージがひどいんですかね。だからその視力自体は 0.1 ちょいぐらいがあるんでしょうけど、うん、乱視がひどくてもう頭痛くなっちゃうんですよね。でも、まあ、しょうがないから買いに行ったらですよ、メガネ屋のおばちゃん、この田舎の片田舎のメガネ屋のババアがですよ、なんかうちのいとこが余計なこと言うもんだから、こいつあの山でメガネ飛ばされたんですよ。まあ人笑いあって、で、まあ、その場で作ってくれたんですよ、うん、もうその場で20分ぐらい待ってる、あじゃあちゃんと会いましたこれでっつって、これができたの。あらまあ、お渡しの際、今度はね飛ばされないようにね。二度と来るか、これクーポン券絶対来ねえよ。二回目はねえバカ。それは言うでしょ、ね、飛ばされないようにねって。本当ね。でもこれびっくりしましたよ。僕のかみさんに電話したんですよ、飛ばされた直後、うん、あのさ風がすごくてさ、あうちのかみさん家にいたんですよ。だそのためには、そのためには来なかったんですよ、うん、で家にいるかみさんに電話して、メガネ買わなきゃいけないから、まあ、一応ご報告しないと、ね、しないとなということで、うん、風がすごくてさメガネ飛ばされちゃったんだよ。えぇ、ー、って言って、なんでそんなことすんのつって、ただうちの息子もメガネかけてる、だから勘違いしたらしくて、
うちの息子のメガネが飛ばされたのかと思って、 あれ高かったんだから、いやいや俺のなんだけど、あんたの安いからいいわって、いくらの使ってんのうちの息子はみたいなえどういうことと、まあそんなもんでしょうねダブルショック、うん、そんなもんでしょうねあんた適当なのか買っときなさいそんな感じでした。飛ばされちゃうんですよねメガネって。さあ罰ゲームも3回やったことですしね、はい、暑くなってきたことですし、はい、でも誰もいなくなっちゃう、誰もいなくなっちゃう番組終われるんでしょうか ね、 ね、あ、この番組ではですね、いろんなものを募集してます、ゲストさん、ミュージシャンが結構多いんですけど、はい、特にミュージシャンにこだわってませんね。何か告知したいことがある方、私の乳首は銀メダルよって方はいいですよ、別に乳首選手権ありですんでね出てもらえればなと思います、はい、ね、あ、そういえばね、最後俺いいですか、ちょっと長トロのく、あ、何もう10分残り、あ、長トロの下りちょっと言っていいですか、はい、ちょっと不思議体験しまして、長トロにはちょっとこの間家族で行ってきて、秩父の長トロって川下りができるところ、はいはい、レッドアロー号でガーって行ったところ、うん、で川下りの写真出ますかね、まあ、こういうふうにまあ、イカなんかこう長細い船に乗って、まあ、秩父の川をこう川下りしたんですよ、はい、でそしたら、まあ、午前中その川下りして、まあ、楽しかったねと言って、じゃあ近くでご飯食べようかと、うん、例えば、まあ、お店もまあちょちょこあって、まあ、その要はのナショナルチェーンみたいなさ、レストランみたいなのはないんですよ長瀞の町は。なんかその一軒一軒みたいな、そこの地場のお店しかなくて、うんうん、でしょうがないっつって、なんかこう定食屋さんみたいなのが入ろうと、うん、で行ってですね、次の写真なんですよ、出ますでしょうか、メニューにですね、ここなんですけどマヨラーうどんってあって、マヨラーうどんマヨラーうどん出ましたでしょうかね、マヨラーうどんってありまして、せっかくこう長トロに来てこうナショナルチェーンじゃないお店、その地場のお店に入ったんだから、あ、マヨラーうどんいいなと思って、おばあちゃんみたいな店員さんが何人かいるような感じ、寄り合いでこうやってるような感じで、で一人のミセスが来て、注文はつって、じゃあ俺マヨラーうどんっつったら、あーそれはーって言い出して、いやだマヨラーうどん、マヨラーうどんってなんだかわかるって、何ですかって言ったら、いや、だからマヨネーズのね、あれで、よした方がいいと思うのって言って。ダメって言ったら、とか言うの、店員のおばちゃんが。じゃあ外してそれメニューから外してマヨラウド。言われたら余計だったんですよ。俺ね、なんで、もうすごいモヤモヤしながら他のメニュー食った。メニュー見ながら横のこの継続は力なりって書いてあるこの札がまた矛盾を感じてね。え、何、結局食べなかったの？食べれなかったの。だからぜひ長トロに行ってマヨラーうどん食べた方、こちらの番組にどしどしください。お待ちしております。本当にね、それはやめた方がいいわーって、それ言われたら食べたくなっちゃうんですよ。なっちゃうでしょ。食べてくれよかったのに。継続は力なり、してくれ、うん、継続と思いました。まあ、そんなくだりがありました。まあ、ちょうど9時になりました、はい、ということでね、まあ、たまにはハワイの方もぜひ皆さんね、はい、いただければと思います、はい、今日はねロンドンオリンピックダイジェストのような感じで、はい、銀座 JWTV にも銅メダルが3つ出ましたね今日ね。どうした？あと5分あります。うんとか言っちゃう。まあ番組の方もね、やっぱり5分余しで終わるのがちょうどいいのかなと思いますので。じゃあ私告知して。あ、告知だ。どうぞ。はい。じゃあまずはですね、はい、もう今度のもう26日日曜日ですね。はい。吉祥寺のスターパインズカフェにおきまして、ライブイベントをやります。どんな乳首が出てくるのかな？だから出ない。
こちらですね、ミスタースリムカンパニープレゼンツサマーライブ2012オーガストボル8第8回目、今年で8回目となる夏のお祭りライブですね。で、スタートが、オープンが14時半、スタートが15時、もう昼間から夜まで延々、そんなに延々、いくつ出るんだ ?10 以上かな、これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15組のユニットが出演しますので、巻上浩一さんって知ってます？あれでしょ？非歌手。ああ、知らない。知らない。あ、濡れおしぼり来ました。冷たいおしぼり来ました。あ、嬉しい。そう。半ば拷問でした、ここ。巻上浩一さんとかね、はい、いろいろな方が出ますので、ぜひぜひ。お越しくださいませ、26日日曜日吉祥寺スターパインズカフェ前売り3600円、当日4000円となっております。お問い合わせは、スターパインズカフェ、あ、電話がないにお願いいたします。そしてですね、はい、引き続きまして、あ、ないんだ、9月の2日、うん、日曜日、地元小金井公園あなたの地元ね。はい、私の地元。地元ね、みんなの地元じゃね。しかもここ銀座だって。私の地元小金井公園にて、こちらも毎年開催されております、セプテンバーコンサート、あと小金井公園。セプテンバーコンサートって9月2日にやるんでしたっけ？いや、本来は9.11 から、はい、音楽で平和を訴える、うんうん、できんなっていう。うん、そしてね、できますって翌年から始まっているので、うん、9月11日を中心とした、まあ、前後の土曜とか日曜とかっていうイベントなんですけれど、今年は小金井公園9月2日に行います。9月2日の日曜日、小金井公園の憩いの広場、出演がこれがすっごいメンバーなんですよ、はい、今回は、うん、主催の生野真也さんもお、ポンデイスタンドゥール、はい、出ていただけますし、あと鈴木雄大さんとか、あとね、サックスの武田和大さん、それからペットの広川島さんとか、あと誰だっけな、もうとにかくね、今回ものすごいメンツが、うん、頑張ってる感じで、うん、揃ってますので、無料ですから、こちら公演で、ぜひぜひ素晴らしい音楽を聴きにいらしてください。スタートが11時ぐらいからで、まあ、公演のイベントなので暗くなる前に終わってしまいますので、ぜひぜひお越しくださいませ。私も以前ね、小金井公園のあのステージでね、司会をやったことがあるんですけどね。はやったことあるんですよ。はい、まあトイレが遠い司会してるとね、バンドとバンドの間でさ、うんこしてくれるんですよそれでは張り切ってどうぞ行こうぜみたいな感じで袖に引っ込むと、ちょっとうんこしに行こうかなと思って行くんですけど、遠いんだよちょっと丘みたいの越えていかなきゃいけなくてさ。どこの会場でやったんですか？小金井公園でしたよ、その時も。なんかこう草原みたいなところ、草原みたいなところでね、うん、行って小走りですよ、ね、あれ司会のお兄ちゃんなんか行ったよみたいな一番奥の方だ、奥の方でやってましたね。まあいい天気に恵まれて、その時も非常に気持ちよかったんですけど、セプテンバーコンサートは駐車場からすぐのところでやってますので、ぜひね、ぜひぜひね、うん、隣はほら、フリマ、うんうん、フリマもやってますのでね、フリマを見ながら、フリーマーケットでなんか物買う時に100円のものを80円に値切ったりするじゃないですか。はい、あのエネルギーってすごいですよね。どうでもいい、そんな欲しいかっていうものをさ、うん、でもそれがほらある意味楽しみ、楽しいのかな、うん、ストレス、そんな20円なんてどうなの、うん、とか思わない、うん、であとは100円あげてさ、うん、ね、うん、金額じゃないんだ、ないんだ、ないんだ、うんうん、交渉してんの、値切った、そうそう、交渉、このコミュニケーション、こうなんかさあれそうかな、より良い社会を作り出してんのかな俺、あれいつも疑問なんだよね俺
だからね、俺ユーズドのものって絶対買わないの。あ、そう？うん、僕が持ってるユーズドはなんかこうよくあるじゃん、ユーズド買います的なところとか、うんうん、あとなんかそのブックオフじゃない、なんとかオフなんかさあってさ、それで結局もうはあの着れないのは東南アジアのこう子供たちにあげますみたいな感じでこう世の中に還元しますみたいな、あれは全然僕断然出すんですけど、そこでね買おうっていう気に全然なんないですよ。あ、私ね、うん、やっぱり家の洋服整理してね、うんうん、もうね、こんなもう袋に5つぐらい、うんうん、どうしようこれでもゴミ屋に出すにしてもいっぺんに持っててくれないな、うん、そうなのよ、そうなのよ、で残っちゃったらめんどくさいでしょ、そう、うん、と思って、うん、ただ友達が、あ、じゃあもうそういうほら、うん、ねところに持ってってやるよって言って車に積んでくれて、うん、で一緒に行ったんですよ、うん、だからすごい量だからちょっと1時間ぐらい査定するのにかかりますねって言われて、うん、あ、分かりましたって言って、うん、でじゃあお茶飲もうかって言って、うん、お茶飲んで、うん、でほら一応ねその人車に乗せってくれて、うん、連れてってくれたから、うん、その人も、うん、あ、お茶ね、お茶を飲むよって言ってお茶をおごって、うん、でお茶とケーキと、うん、とかでしやったら2人でまあ3,000円、あ、まあまあしますわね、まあ、ね、うん、ちょっと行ったんですよ、うん、で査定終わって、うん、はいって渡されたのが、うん、2,500円。あ、僕ね今の話予想してたよりよく行ったじゃんみたいな。あ、そう、あ170円とか言われるってこともありますもんね。あれみたいな、ね、あの査定とかどうなん、なんかやりたいですね、そういう査定ゲーム、これってそこに出したらいくらになるか当てるハウマッチとかやりたくないですか。そうね、やってみましょうか今度ね、うん、面白いですね、うん、ちょっとこれこのユーズドなんか2人で既存のものにちょっと手加えて売りに出しませんそれでいくらつくかカスタマイズして、何か既存のものをカスタマイズして、要はハードオフさんなりなんかブックオフさんなりに持っていくと、いくらですか。そうで、それは売り場に置かれたら誰かが買うわけですよ。愉快だねやりましょうか、それいくらつくか、うん、でレシートも持ってくると、うん、いいですね、やりましょう、ぜひぜひ、はい、ということで、まあ、次回の企画が決まりました。はい、ということで、はい、終わりまして、また次回、はい、いつになるか分かりませんけど、オンタイムで見てくれたあなたありがとう、そんな方いらっしゃるのかな、分かんないけどなぜひユーストリームで見てください、次回もよろしくね。夢にときめけ、明日に羽ばたけ、なかなとぅばーず、なんか思いつかなかった、じゃあねさよなら。